大関さん、ともくんとは真逆で、あなたの YouTube を見るときは、あなたに見立てた人型に切り取った髪を床にひらひらと舞い落とし、そこにチベットから取り寄せた塩を振り続け、できる限りあなたが携帯電話の向こうから発してくる邪気を払っています。言っちゃってるな、これ。